私の時間を、アイドルを返してよ。私にアイドルをやる資格なんてない。昨日のすごくいいライブだったな。あ、愛梨ちゃん、おはよう。昨日はすごく不思議だったね。おはよう、しずく。そうね、世界って場所もミクたちのことも一体どうなってんのかしらね。曲を再生したら別の場所に行っちゃうなんて。でも愛梨ちゃんは楽しかったんじゃない？え？ライブを見てる時の愛梨ちゃん、目がキラキラしてたから。そんなこと。ねえ、愛梨ちゃん。愛梨ちゃんは、本当はまだ。やりたいって気持ちだけで、どうにかなるわけないじゃない。雫だって知ってるでしょ？私がどうしてアイドルを辞めたのか。え？本当？私に月が回ってきたわね。精一杯頑張らなくっちゃ。チャンスをもらって必死で頑張ったわ。トークも漫才だって勉強して、それが受け入れられてみんなに喜んでもらえた時はとっても嬉しかったわ。でも今その日ってミニライブの日じゃ。でも。決まれば精一杯頑張るだけ。